おはよう,うわっ何みんな急にはあ私あたしが図書館に行ったのそんなに噂になってんのねえそれ行ったの誰やっぱり美穂か。 っていうかさ、なんでみんな私たちのことにそんなにつきまとうわけマジでうざいんだけど。別に私が誰と関わろうがそんなのどうでもよくないそれって私の自由だよね。なんで彼にまで迷惑かけるわけねえ。<laughs> 信じらんない。あんたたちってそんな子供だったんだね。 ちょっとがっかりしたで同じようなこと彼にも言ったわけでそしたらなんて彼は帰ったってあんたたちホント最低あと彼のこと タクくんとか何とか呼ぶのやめた方がいいと思うな。本当に信じらんない。どこに行くんだって、そりゃあ私も彼んとこ行くんだよ。別にどうでもいいじゃん。あと、美穂さ、そういうの絶対やめた方がいいと思うよ。私、この数日であんたのこと嫌いになった。じゃあ、 もう関わらないでよね。<laughs> どこ行ったんだよ、あのバカ。なんで一人で抱え込もうとすんのよ。あいつの行きそうな場所、どこだろう。あ,あ,あ、もしかして。<laughs> いた 私美穂たちと絶対関わんないからなんでよ私あの子たちがあんな性格だって幻滅してるんだから違う私あんたのことが好きでこういうこと言ってんのよあ嘘じゃないよ 何よ私が本当のこと言っちゃ悪いそりゃそうよだってあの補習の時であんたと会えたのすごく嬉しかったんだから私影で一生懸命努力してるあなたが好きだったし私にだけ笑顔を見せてくれたり一生懸命勉強を教えてくれる優しいあなたが好きだっただから そんなあなたを傷つける私の友達が許せなかったの <laughs> まあ今となってはもう友達じゃないけどねあと私の夢を一生懸命応援してくれて勉強まで教えてくれるあなたが好きだったこれだけの理由があってまだ悪い好きになっちゃダメ <laughs>、はあ走ってからいきなりこんなこと一気に言ったら。 ちちょっと渇ちっと喉いゃた <laughs> 外の自販機でちょっとジュース買っていい <laughs> ありがとう <laughs> ごめん私もちょっと感情高ぶりすぎてあんたにいろんなこと言いすぎちゃったわね 俺が嬉しかったから大丈夫だって何それ普通それ怒るところじゃん何よ別に私あんたに嫌われてももういいわよあんなひどいこと言っちゃったんだしええ俺もお前のことが好きだったって やだなあんたバカじゃないの本当に本当にそう言ってくれてんのうん私が夢に向かって頑張ってたり家族のために頑張ってる姿がすごく素敵だった嘘だよもうバカ <laughs> なこと言うんだから

それでも仲良くしてくれて勉強教えてくれてこんな私と付き合ってくれるんだったら本当に嬉しいありがとう今一番嬉しいうんこれからもよろしくねありがとうあなたのこともっと好きになっちゃったかも <laughs> うん大好きよ。